11月17日スタートの新シリーズポケットモンスター。ダブル主人公サトシとゴーの冒険がいよいよ幕を開ける。この番組ではアニメポケットモンスターの世界をポケモン大好きな飯豊まりえさんと一緒に深掘り。放送まで待ちきれないというあなたのために、アニメ本編映像、さらにベールに包まれた記念すべき第1話の世界初公開の映像も。それではスタート。飯豊まりえと行くアニメポケットモンスターの世界、アニポケ徹底解説スペシャル。皆さんはじめまして、飯豊まりえです。今日は11月17日にスタートするアニメポケットモンスターの世界を、私の大好きなこの方と一緒にご紹介したいと思います。ではどうぞお入りください。遊びに来てくれたのはピカチュウ、そして今日はもう一人この番組を盛り上げてくれる天の声さんがいらっしゃいます。どうも、ヌメルゴン大好き天の声です。今日はよろしくお願いします。ピカチュウもよろしくね。お、あー、いいね、ピカチュウ。ちょっと今日初めましてじゃないですか。はい、そうですね、天の声さん。だからちょっと自己紹介があってる、ちょっとお話をしましょう、はい、僕と。あ、なんか好きなポケモンとかいます？好きなポケモン、私がよく見ていたのは、はい、ジラーチとか。あ、ジラーチね。プラソルマイナンとかすごい好きでした。もう映画館とかも本当何回も見に行きましたし、最後ジラーチをこう送り出す時の歌をみんなで 歌ってジラーチを送り届ける時とかも一緒になって泣きましたし、やっぱり何年経ってもやっぱり大好きだなって感じましたね。そういえば飯豊さんといえば、はい、ポケモンともなみなみならぬ関係があるんですよね。5月に公開された映画 の名探偵ピカチュウで吹き替えを担当させてもらったんです。なるほど。ルーシーという新米記者の女の子なんですけど、はい、相棒がコダックで、コダックを背負ってライムシティの事件を一緒に主人公ティムと、はい、真相を一緒に探るっていう役柄でピカチュウと一緒にね、うん、はい、演じてました。ピカチュウと一緒に共演歴があるんですね。はい、そうなんです。新シリーズではサトシとピカチュウの新たな冒険が幕を開けるわけですが、ここでサトシとピカチュウの出会いを知らない方のために VTR をご用意しました。はい、飯豊さん、ピカチュウ V 振りをちょっとお願いします。わかりました。はい、じゃあピカチュウ準備はいい？うん、いくよ、 VTR レッツゴー。スタンダードにね。二人の出会いはサトシが10歳を迎える誕生日のこと。お天道さん。サトシは町に住むポケモン研究者の大木戸博士からポケモンをもらって旅立つことになっていた。しかしサトシはその旅立ちの朝に大寝坊の大遅刻。慌てて研究所に向かったものの、初心者用のポケモン不思議だね、ヒトカゲ、ゼニガメの3匹は他のトレーナーたちと旅立ってしまった後だった。通勤電車もポケモンも1秒の遅れが人生を変える。あ、じゃあ俺はポケモンなしで出かけるんですか？もう1匹いるにはいるんじゃが。それをください。この残りポケモンにはちょっと問題があってな。俺が遅刻したことにも問題があります。ならば。ピカチュウ。ピカチュウというポケモンじゃ。かわいい、最高じゃないですか。そうかな。そうですよ、ピカチュウよろしく。ピカ。うわー、これって。別名電気ネズミ。恥ずかしがり屋のくせに人になれにくく、下手に触るとそうなる。先に行ってちょうだい。こうして二人の旅は始まったが、ピカチュウはサトシに対して心を開こうとしなかった。君は俺が嫌い？ピカピカ。俺は君が好きだよ。そんな時。ピカチュウ！
世界一のポケモンマスターになるんだ。お前らなんかに負けない。みんなまとめてゲットしてやるぜ。さあ来い、鬼進め。苦難を乗り越え、少しだけ絆を深めたサトシとピカチュウ。こんな出会いから2人の大冒険が始まる。ピカチュウは最初サトシと仲悪かったんだね。アニメが始まった当時、飯豊さんまだ生まれてないですよね。あ、そうなんですよね、はい、あの私が生まれた時にはもうやっていたので、はい、ポケモンアニメは私より一つ年上ですね。そうですね、うん、僕と同い年ですよ、ポケモンアニメ。そうですよね、はい、そうですよね、天の声さんと同い年なのか。そうです。だからあのサトシとピカチュウの出会いは、はい、でもなんか知ってたんですよね。私知ってました。でも僕も知ってたんですよ。え、知ってたの、はい、天の声さんも知ってたんですか。知ってたんですよ。なんで知ってたんですか。見ましたか、何かで。いや、僕もなんで知ってたのかなと思って。はい、ここで飯豊さん以上の歴史を持つポケモンアニメを一気に振り返っていきましょう。振り返れるんですか、はい、ちょっと VTR 振りを。じゃあ早速見ちゃう、はい、せーの、 VTR レッツゴー、はい、お、ピカチュウさっきと変わってないですね。ポケモンマスターを目指すサトシとピカチュウは、旅先で出会うさまざまな仲間と共に熱い冒険を繰り広げていく。というわけでサトシ、お前の旅に付き合わせてもらうぜ。ゲットだぜ。私このガキンチョとちょっと分けありで。ダメよ、もっとハンサムな子選ばなきゃ。ダメ。観察させてもらいます。関東地方、上都地方などを舞台にしたポケットモンスター。方園地方を舞台にしたアドバンスジェネレーション。ヒノコだろう。あ、そっか、あちゃもヒノコ。新王地方を舞台にしたダイヤモンドパール。どんなポケモンがいるんだろうな。最初は失敗したっていいのよ。大丈夫大丈夫。ポチャポチャ。一種地方を舞台にしたベストウィッシュ。楽しみか。ビーガー。ねえ、3人で一緒に行こうよ。いいじゃん、みんなで夢を叶えようぜ。俺はポケモンマスター、アイリスはなんだっけ。ないしょ。キワキワミミジュ。カロス地方を舞台にした XY。 ポルビー、耳で魔を持ち上げてください。水の波動。今日からサトシもこのポケモンスクールの仲間だ。アローラ地方を舞台にしたサン&ムーン。お待たせー。もしかして怖いのか、ポケモン。怖くはありません。プログラムを作ったり解析したり。アシマリ、バルーン、そっと。行くぞ。全ての Z よ、熱き炎となって燃えよ。これが俺たちの全力だ。飯豊さんは印象深いシリーズなんですか。私はもうがっつりアドバンスジェネレーション。いや、そうですよね。ですよね、天の声さんもそうですよね。本当にダイレクト。今でも、はい、あのネットの、はいはい、あの動画で見れるんですよ、ポケモンの映画が。そうなんですか。そうなんです。私見ましたよ。最近見ました、映画。見ました、見ました。何見ました最近。デオキシス。ああ、デオキシス捕まえに行きませんでした、はい、船で。デオキシスはなんか映画を見たら前売り券がついてたんですよ。そうそうそうついてましたよね。そうなんですよ。それでなんか映画館行って、それでもらいましたね、はい。C
新シリーズがいよいよ来週スタートするわけですが、はい、これまでのシリーズはアドバンスジェネレーションから最近まで放送されていたサン&ムーンまで、うんうん、ポケットモンスターホニャララっていうタイトルでしたけど、はい、今回は何もつかないシンプルなポケットモンスターなんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。逆にタイトルがつかないってところが新しいなと思いましたね。まっさらなタイトルに生まれ変わったポケットモンスターの魅力を詰め込んだ VTR を用意しましたので、はい、見てみましょう。これちなみに世界初公開の映像がこうたっぷり詰め込まれてるらしいですよ、うん、せーの VTR レッツゴー。あ、両手でいった。新シリーズポケットモンスターポケモンと大きな夢を持つ2人の少年の物語。あディグだ。相変わらずポケモン大好き少年じゃの。どうじゃ、ポケモンマスター目指して頑張っておるか。はい、もちろん。俺必ずこいつとポケモンマスターになってみせます。ピカチュウ。マサラタウンの少年サトシ、夢はポケモンマスター。見たことないポケモンだ。捕まえた。そして俺の予測通り、いかにもあいつが現れそうな雲発生っと。クチバシティの少年ゴー、夢は全てのポケモンをゲット。待ってろよルギア。クチバシティに新たな研究所がオープンしたその日、2人は運命的な出会いを果たす。お待たせしました。本日オープンした桜木研究所の所長、桜木です。我が桜木研究所では謎に満ちたポケモンをあらゆる領域にわたって調査分析し、その知識をより深めていきたいと思っています。ポケモンを知ることは世界を知ること。私はそれこそが世界をより良くしていくことだと思っています。この大気の流れ、気温、湿度、高度、あくまで私の予測ですが、約20分後クチバの港に極めて珍しいポケモンが現れます。珍しいポケモン見た。来るぞ。3、2、1、カワー。よし、みんなで戦おう。レイドバトルだ。よっしゃー。港に向かうサトシ、するとそこにはなんだお前。クチバシティに現れた伝説のポケモンルギアをきっかけに、サトシとゴーは運命の出会いを果たす。俺はクチバシティのゴー。俺はマサラタウンのサトシ。こいつは相棒のピカチュウ。ピカチュウ、よろしく。ピカチュウ、ピカ。2人の主人公サトシとゴー、それぞれの夢に向かい、桜木研究所からさまざまな地方へ冒険に旅立つ。2人の主人公には2匹のパートナーが。サトシのパートナーピカチュウ。ピカチュウ10万ボルトだ。ゴーのパートナーは新ポケモンのヒバニほかにも個性豊かなキャラクターやポケモンたちが新シリーズを彩る。遅いよゴー。聞いてくれよ小春、俺たちの運命的な出会いの話を。それよりこれ、学校のプリント。ああ、はいはい、別にいらないんだけどな。はあ、そういえば
桜木所長は？お父さんなら中で大木戸博士と。大木戸博士が来てるの？おー、博士！なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情け。おなじみあのラブリーチャーミーな敵役も登場。白い明日が待ってるぜ。にょーんてにょーそーさー、ロケット弾初めて見た。はい、お初でにゃーす。にょー、無限に広がるポケモンの世界で新たな冒険が幕を開ける。はい、ピカチュウ。飯豊さんは新アニメのどんなところが楽しみですか？サトシが最強を目指すということは、さらにパワーアップしたポケモンバトルが見られるのかもしれないと思って、そこはまあ一番楽しみですけど、ゴーがポケモン全部ゲットすることが目標って言ってるじゃないですか。ゴー君すごいです。私の大好きなジラーチがまた見れるかもしれないっていう期待はありますね。なるほど、うん、千年に一度ですからね。そうですよね。一年に二度は無理かもしれない、サトシ。でもまた見たいなっていうジラーチファンからの願いです。突然ですが、はい、飯豊さん謎解き得意ですか？謎解きですか？はい、すごい得意です。すごい得意ですか？はい、実はとある方からポケモンの謎解き問題を預かってきました。とある方ですか？チャレンジしてみましょう。はい、制限時間は15秒です。え、短い。はい、ひらめけば15秒で解ける問題になってますので、はい、ご安心ください。できるかな。僕めちゃくちゃ解けました、すぐ。本当ですか？はい、全然解けますから。はい、はい、それでは問題です。はい、問題。サトシの隣にいるポケモンは誰？どういうこと？隣さん、え、どういうこと？え、ちょっと分かん、差し出せるぞ。え、待って、分かんなかったか。よく見れなかった。いや、言い訳しないでください。正解はこちら。サトシの隣、つまりサとシの文字の隣にいるポケモンが正解です。画像の中でサとシの隣にいるポケモンはネズミポケモン、ピカチュウ。はあ、そういうことか。あれ、あんまり得意じゃないですか？もしかして。いや、得意です。面白いですよね、これ。面白い、この謎解き。新シリーズポケットモンスターの放送の中でポケモンの謎解きコーナーがスタート。現役東大生松丸亮吾さんが考案するポケモン謎解きにチャレンジしよう。もう一問チャレンジしてます？はい、望むところですね。あ、望むところですか？それでは第2問です、はい、また15秒以内にお答えください。短いな。はい、どうぞ。問題。問題の指示に従って答えのポケモンを導こう。え、うん、わかんないよ。ちょっと、正解は、答えはモクロウとニャースの間、つまりモクロウのイラストとニャースのイラストの間に答えが隠されています。正解はサナギポケモン、コクーン。ちょっと難しいんですけど、うん、面白いんですよ。あー、ちょっと謎解き悔しい。悔しい、うん、でも毎週チャレンジできますから。絶対解いてやる。新しいゲームのポケモンもアニメに登場しますが、うんうんうん、お気に入りの新ポケモンとかいますか？あのネギがないと。ネギがないとね。あれ可愛いですね、あの子。可愛いかな。うん、なんかあのカモネギがあんなに進化するなんてと思う。まあカモネギ。嬉しかった。可愛い。ってよりそのカモネギが持ってるネギがとんでもない進化してますよ、ね。でしょ。そこがなんかちょっと目に入っちゃって。わー。とここで。わー。ゴーのパートナーヒバニーに遊びに来てもらいました。やったー。でも飯豊さん、さっき新ポケモンで気になるのはネギがないと。ちょっと、あ、聞かないで。言ってました。ダメ。大丈夫ですよ、はい、でも会っちゃったからな。好きな。あお。ヘッドバット。そういえば飯豊さん、はい、
今日は何やらビッグニュースがあるって聞きましたよ。そうなんです、はい、もう本当それを言いたいがためにここに来たって言っても過言ではないぐらい。あら、はい、過言だったらいいな、それは。あのですね、ポケモンアニメは本当に長い歴史があるじゃないですか、はい、ポケモンアニメの長い歴史の中でも伝説の回になること間違いなしと言われている第1話、はいはい、なんで急に仕切り出したんですか。あ、ちょっとこれをね伝えに来たので。熱の入りをすごい、まさか、はい、第1話見ました、もしかして。見たと言いますか、はいはい、実は、はい、第1話のゲスト声優として出演させていただくことになったんです。ちょっと待ってくれよ、すごいな。というわけで、はい、まずはですけど、こちらの VTR をご覧ください。こちらも世界初公開の映像です、VTR レッツゴー。華やか。ピカチュウというポケモンじゃ。かわいい、最高じゃないですか。ピーピチュウ。それはまだピカチュウがピチュウだった頃のお話。サトシと出会う前、ピチュウは森で一人ぼっち。でも、ある日、家族ができた。出会いと別れがピチュウを少し強くする。新アニメポケットモンスター第1話、ピカチュウ誕生。あのピカチュウがサトシと出会う前のピチュウだった頃のお話が描かれてるんだよね。グッときそうな。そうなんです。お話ですよね。これはね、ちょっと泣けるんですよね、このお話。泣けると、うん、ほんで飯豊さんは何の役で出演されてるんですか。私はその1話でちょっとキーとなっているガルーラの子供の声をやらせていただくことになって。キーになるんですか。そうなんです、そうなんです。ガルーラ、お話にどう絡んでくるんですか。それは本編を見てのお楽しみということでね。じゃあ第1話の魅力を言える範囲でいいので教えてもらっていいですか。あのサトシとこうピカチュウの知られざる過去が今回明らかになるんですけど、うん、もうポケモン初心者の方でもあの見ていただけるんじゃないかな。とても見やすくて分かりやすくて、ピカチュウとサトシの出会いがここの第1話にギュッと詰まってるので、うん、ぜひこれを機に親子でも見てほしいなっていうふうに思いますね。なるほど、ますます見逃せないですね。はい、ぜひお見逃しなく、うん、ですが、ですが、新アニメ、うん、ポケットモンスターの魅力はこれだけじゃないんです。何、はい、というわけで VTR レッツゴー。勝手に行きましたねポケットモンスター主題歌情報。新シリーズのオープニングテーマはアフターザレインが歌う1,2,3。 この楽曲の全面プロデュースを担当するのは若者から絶大な支持を得るマクマク。この楽曲を数々のアーティストたちが歌い継いでいくぞ。エンディングテーマをプロデュースするのはポケモン音楽の生みの親、ゲームフリークの増田純一さん。どんな楽曲に仕上がっているのか、オンエアをお楽しみに。そして来週の第1話の放送から5週連続プレゼントキャンペーンがスタート。毎週のオンエアをチェックして豪華商品をゲットしよう。新シリーズポケットモンスター、サトシとピカチュウ、そしてゴーとヒバニー、2人の主人公と2匹の相棒が織りなす大冒険、いよいよスタート。なんとテレビ東京が開催するイベント、テレ東冬のあったかパーク in 東京スカイツリータウンから生中継。さらに生中継ではスカイツリーに10万ボルトが。奇跡の瞬間を見逃すな。最後はこの言葉でお別れ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツゴー。バイバーイ。